堺市堺区で島西町の大浜水上、飛行場跡にあった航空輸送発祥記念碑、1959年立。日本航空輸送研究所は1922年6月4日に設立された日本の民間航空会社である。堺市の大浜水上飛行場を拠点に、堺小松島間の乗客、貨物、郵便の輸送業務、チャーター便やエアタクシー事業、 堺高松松山、堺大分、堺白浜間の定期航空路線を開設した。後に拠点を大阪市、大正区の木津川川口付近に移し、大阪別府間の路線などを開設した。1939年10月31日に業務を停止した。徳島県出身のタクシー会社経営者の井上、長一が設立した。 大日本帝国海軍から操縦者の紹介を受け、払い下げられた横小式合コ型水上練習機14、14式水上偵察機、愛知 a b 4飛行艇、スーパーマリンサザンプトンなどを運用した。国策会社である大日本航空の設立により、日本航空輸送研究所は1939年10月31日に業務を停止した。戦後、 井上元社長は、関西汽船と共に、極東航空を立ち上げ、これが、日本ヘリコプター輸送と合併して全日本空輸となった。跡地は、出島漁港と、堺出島ヨットハーバーに姿を変え、漁港奥手に、航空輸送発祥記念碑がある。格納庫後には、堺市消防局本庁舎が建っている。データベース、愛媛の記憶障害学習情報提供システム。 www.i-manabi.jp 2020年3月4日閲覧定期航空案内日本航空輸送研究所 k-ianai.net 2021年6月27日閲覧藤本正幸新居浜の航空路解雇愛媛県総合科学博物館研究報告12 20,https コロンスラッシュスラッシュ www.i-kaageaku.jp スラッシュリサーチスラッシュブレティンスラッシュ12スラッシュ kaageaku01.pdf ありがとうございます。